こんにちは、市役所です。前半は古都地区で行われるイベント、ことなりへのボランティア募集と廃食油回収について、ことなりへ実行委員会実行委員長の中島さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、夏のイベントとしてすっかりおなじみになっていますことなりへサマーフェスタなんですが、今年はいつ開催予定なんでしょうか？はい、ことなりへサマーフェスタ2020は8月1日土曜日から8月8日土曜日まで開催を予定しています。実行委員の皆さんはこれから飾り付け作業をされるんですよね？はい、ことなりへの飾り付け作業は実行委員はもちろんのこと、毎年ボランティアの皆さんに、協力してもらい飾り付け作業をしています。なるほど。ちなみにボランティアの募集は今年もあるんでしょうか？はい、今年もことなりへ実行委員会では飾り付け作業を、いただけるボランティアを募集しております。はい、期間は6月20日土曜日から7月12日日曜日までの毎週土曜日曜日が活動日になっています。なるほど。このボランティアには誰でも参加できるんでしょうか？はい、どなたでも参加していただくことができます。はい、詳しくはことなりへホーム、公式ホームページか、もしくはことコミュニティセンター内にありますことなりへ実行委員会事務局、またはことお地区まちづくり協議会までお問い合わせください。皆さんのご協力をよろしくお願いします。さあ、それでは次に廃食油回収についてなんですが、ことなりへのイルミネーションの燃料は廃食油からできているんですよね？はい、廃食油とはことお地区内を中心の家庭で、使われる食用油、廃食油を回収する活動です。はい、その後廃食油はどうなるんでしょうか？はい、愛東エコプラザ菜の花館では廃食油をバイオディーゼル燃料に、再生されます。なるほど。家庭で使われた油が再生されるんですね。はい、東近江市では、チョコットバスの燃料としても使用されます。はい、で、古都地区ではこのバイオディーゼル燃料を東近江市の夏の風物詩でもある光と環境の祭典ことなりへサマーフェスタのイルミネーションの燃料としても使用します。なるほど。ことなりへが環境に優しいイベントと言われているのはこのバイオディーゼル燃料を利用しているからなんですね。はい、わかりました。では今年の廃食油回収はいつ行われるんでしょうか？はい、今年の廃食油回収は6月7日日曜日午前8時から午前10時まで市役所の古都市庄裏駐車場で行われます。はい、古都地区にお住まいの皆さんは自治会が指定した場所で回収されますので、そちらへお願いします。前半は中島さんに古都なりへのボランティア募集と廃食油回収についてお話をお伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。